オーメンズイレブンゲームチャンネル。はい、どうもこんにちは、オーメンズイレブンのオーメンでございます。本日は水着ガチャがやってまいりました。ミッドサマーオペレーションですかね。エマ、シエラ、サテラ、ビクトール、レイチェルの5人ですね。この中で持ってる、てかコンプしてる、シエラ、シエラ持ってるでしょ。けど結構持ってない。エマ持ってない。サテラ持ってますね。ビクトール持ってない。レイチェル持ってますね。レイチェルだいぶ使いましたね。シエラもまあお世話になりましたね。ということで、ガチャ引いていきますか。結構これ際どいね、イラストが多いんで、サムネとかも気をつけないといけないですね。引っかかんないようにね。ビンゴミッションが追加されーので、引いていきますか。スキップしますね。際どい際どい。大丈夫かね、今の。じゃあ早速行きまーす。まあ、前回、テンスラのコラボで思いのほか引いてしまって、22連しか今回は用意できてないので、すっごい短い動画になります。ただ、ガチャは楽しみ。ロードが見たい。ロード見せてくれたらこの夏満足。ほらね。ただこのロードはね、まだちょっとわからないですね。ただドキドキできる。今のロードはまだいろいろね、これからアップデがあったりだとか、この間もありましたもんね。5体来ていいですよ。リアム。背面止まって、背面に。シエラ欲しいな、シエラ。止まって、早めに。アイドル系、夏系はね、そんなにいい思いした記憶がないんですよ、私。こういうキャピキャピした系で、すっごいフォースター。ほらね、やった、ビクトール、体験。わー、すごい引き。4体、プラス、じゃない、3体、プラス、ビクトール。いやー、ロード、お願いします。また来たら激アツ。はい、はい、はい。あれだね。22連とかの場合だとあれですね。最初にロードよりも、後にロードが入った方が、気分的には嬉しいかもしれないですね。マジか、どうしよう。けどもう、ちょっとやめとかないとな。チャグマも控えてるっていうところでね、この後、追いガチャもおそらくライブ配信ですると思うんで、22年で1体だったら、いいですよね。水着の、おなごたちの、ね、ここが気になりますよね。やろうよ。ただこれで、ビクトールが、ぶっ壊れだったらいいんですけど、体験がね。どうなんでしょう。はい、すっごい引きたい、すっごい引きたい、すっごい引きたいですけど、我慢します。今日この後皆さんと一緒に引きたいから。じゃあ短いですけど、この辺で、こちらの動画は終了させていただきます。22連で1体なんでね、まあ爆死ではなかったからよかった、よかったらチャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。投げた想いは羽を生やし空を駆け巡る。そして浮かした体は素敵な未来を連れてくる。